第8回すみっこ農園みんなの農園見るんです。後半おまけ編、どもどもこじまです。今回は前回ですね、第8回のすみっこ農園みんなの農園に見に行くっていう企画で、 ID の漏れだったりね、見に行けなかった人たちの農園に遊びに行こうかと思います。では早速行こうかな私の農園まだ変わってないので、これはねライブでね改造していこうかなと思っておりますので、皆さん楽しみにお待ちください。それでは友達のところ行ってきましょう。一人目はこちら、すみっこ島農園20223になります。はい、こんな感じ。お、綺麗に並べてますね。お、なんか書いてある。あ、私の顔があるじゃん。で、すみっこって書いてあるね。では見ていきましょう。まずは入り口はここで、すみっこって書いてあって私の顔があると。で、こちらにはマックゾーンとデリーズだったっけ、このご飯食べゾーンになっておりますね。まとめてるの綺麗ですね。このタピオカも食べるんかなそして1周年の旗がここに並んで、ここが、あ、あれだ、季節物を置いてるんだ。はいはいはい、季節物を置いてらっしゃると。そろそろバレンタインだから、バレンタインのイベントもありそうですね。またここ増えていきそうです。この道なんだろう、 なんかしようとしてんのかな。この道結構綺麗かなって思ったんだけどね。どうですか。で、畑は一列一列で作ってるんだ。なるほどね。ちょっと土地がまだ狭いかなって感じかな。レベル29か。なるほど、いろんなもの置いてるからねもっと広くなると面白くなりそうですね。すみっこ島農園さん、ありがとうございました。お店も一列並べるのもありっちゃありだね。これもいいね。お土産あげとこう。はい、では次行ってみましょう。お次はこちら、アスアス農園さんになります。お、ハートがあるじゃん、綺麗。ハートいいですね。結構広いな。ほう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 、こんな感じでございます。さ、まずは入り口こっちか。え、トカちゃん何それ、ミントアイスかぶってるあー、なるほどね、特徴大体わかった。並べるのが好きなんだ。これ1周年記念の旗の前にそれぞれのキャラクターに合わせてね、風呂敷置いてますね。レジャーシートかな。ここの青色のレジャーシートタッチするとトカゲが寝そべってくれるんですけども、私の場合だとね、まあ反応しませんよねここにすみっこたちをね寝そばせることができるという。これいいね。誰かもやってたよね、こんな感じで。人気アットかな。で、ここがマックゾーン。え、何しろクマその格好、バイオリン、クリスマス仕様ってそんなんなんだ、知らなかったな。あ、こっち、あ、私の顔発見。あ、赤色になってる、ほっぺた完璧じゃないですか。これなんか結構コンパクトにしてあるね、すごい。私の顔でかいんだよね。これ綺麗になってますね。と、こっちが、あー、イベントゾーンだね。なるほど。と、こっちに行って、お店もね、ちゃんと道を通してるって感じかな。で、カフェの前には椅子と机もありますよ、と。この雪だるまかわいいね。上手だね。ペンちゃん急に頭乗せてるし。はい。で、ほら。だるまさんもちゃんとね5つ揃えておりますっていう、そんな農園でした。さす農園さん、ありがとうございました。お、来た、これ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 よかわいい、いなくなったで、お土産あげて、と、ありがとうございました。はい、といったところで今回ここまでになります。一応ね、また参加したいって言ってアイデアが書いてない場合がねいっぱいありますあらーと思うんだけど、もしかしたら ID やっぱ消されてる可能性ありますね、 YouTube 君に。なので3つに分けるなりしてからね、コメントしてくれると嬉しいかなと思います。それか Twitter とかね、他の連絡先に送ってくれても大丈夫です。では時間もねちょっと余ってますので、ミニゲームやろうかな。はい、このミニゲームが大好きなんですよ私。今レベルがね443ですね。すっごい上がりました。これクリアすると444になりますね。さあやっていきましょう。まずは揃ってるやつから探しましょう。ブラタピがね揃ってますね。ここ消して、でここにもいるけど、まあ消せそうですね。雑草ちゃんも消してよさそうだね、こことここね。と、他はね難しくなってくるとね、4つ初めから揃ってるっていうのはないんだよね。はい、
コゴ消して、トカゲも消して良さそうですね。今回簡単そうだな。はい、モグラも消しましょう。と他にはパッと見だと白クマ、これこの辺だね。これとこれ消すか。うん、でエビフライの尻尾が出てきたけど、あ、使えないな。さてどうしよっかな。どう攻めていこうかな。ちょっと勝負しなきゃいけないね多分消せるだろうっていう感じでやっていかないと難しいかもね。例えば、あ、白クマ消すかな。白クマね、こことここにいて、こことここだから、まあ大丈夫かな。はい、とこうなってもな、あ、人で消せるね、これとこれで、キタピも消せるけど、あー、まあここ消すしかないか。でモグラに入れてきたけど、いまいち出ないけど、ペンギン猫ちゃん消せるけど、これ消していいかな。消したところでよなペンギン猫ちゃん消してもしょうがないよな。まあ消すしかないかな。はい、ここでカモメが消せます。カモメじゃないや、海海猫かこれが消せますね。あ、まあ消すか。で白クマラッコかなを消します。でモグラ出てくるので、モグラはここで OK と。ここまではいけましたね。さらにさらにエビフライのしっぽちゃんが消せるけど、これは消していいか。はい、で他にも消せるところはあるんだけど、消していいのか確認をしつつやっていきましょうと。これ消したいな他に消せるのはね、あれある、他に消せるのある見つからなくなってきたぞ。あー、これか、こことここにいますね。で黄色タピオカ消して、ブラッタピはまだ消えないよね。これとこれ消したいけど消えないので、ここか。うわ、ここ消せなきゃいけないんか。消したくないな消したくないけど消すしかない。あ、待って、こことここで、こことここ消した方がいいね。で雑草ちゃん消しての、ここ消しての、エビフライの尻尾はまだ消えないので、白クマが消えますね。で、あー、どっち消そう。まあこっちがいいかな。で、消しての、あ、これまだ消えないか。あ、ちょっと失敗したかな。いけるか。あ、これ消えないか。でここ消して、消しての、消して、消して、はい、できた難しいねはい、クリアしましたと。これがねレベル444ですよはい、それでは今回ここまで。あ、ID はね書かれてないとね、どうしても見に行くことできませんので、申し訳ございませんと。また次回ね2月やろうかと思います。よろしくお願いしますと。私のねこちらのマップライブで改造しようかと思ってますので、その時はよろしくお願いします。それではならね。